おはようございます。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルのお坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の、可能性を追求するために、やっている番組でございます。はい。はい、なんとか喋ったかって。はい。はいはい、そして今日はですね、はい、5月の8日という8日ですね、はい、GW ですね、はい、GW のもう終わりかけ最終ですよね、もう今日土曜日ですから、明日日曜日9日で10日からみんな、はいそうですねお仕事かなどうかな、はい、みたいな感じだと思うんですけども、はい、はい、みんなは多分きっとどこにも行けてないかなという感じなんでしょうね、はい、その辺の細かい話をやり始めるとまたずれたりとかすると嫌なんで、だいぶ前に話してますから、どうなってるか全然わかんないですから、はいはい、あえてちょっと全然違う話に振り返るんですけど、はい、前僕行った刀削麺、はいねはい、あの汗ダラダラ流しながらめっちゃうまかったって言ってた、はいはい、あの刀削麺行ったんすってね、行きました行きました、どうでした、すぐ行きましたよ、はい、めっちゃうまかったですよ、おお、はい、僕は辛くないやつを食べたんです、はい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 、はいはい、もうとりあえずね、だしがめちゃくちゃうまかった、うまいですよね、何だし、肉だし、あれ肉ですね、多分ね、うん、肉ですね、めちゃくちゃうまかったんですよ、めちゃくちゃうまいです、僕もね、だから三浦さんが、うん、麻婆、そう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 、麻婆刀削麺、刀削麺でしょ、うん、で、それじゃないやつを食べてるんですよ、うんうんうん、牛肉のやつと海鮮のやつ食べて、はい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 、もう両方うまかったですけど、うん、肉だし、あのね、僕もね、だから麻婆刀削麺でしょ、はい、だから麻婆が乗っかってるんですけど、下はね、普通のだしなんですよ、はい、だしどんなんかなと思って、うん、まず最初ね、はい、食べる時ってそうじゃないですか、はい、いきなり麺からいけへんでしょ、そうですね、うん、で、そうそう、まずだしからと思ってだしすくって飲んでみたら、はい、なんじゃこのうまいだしってちょっとほんまにね、びっくりするんですよ、確かに、うまっ、うまっ、おって、何これっていう、うまって言います、絶対言いますよ、そうそう、ね、で、まあの麺じゃなくまず麻婆から言ってるんですけどね、麻婆ちょっとすくうとから言ってるんですよね、で次に刀削麺行ったら刀削麺の、はい、そうバラバラの太さ、うん、バラバラの長さ、そうですね、ね、うん、でなんだけどもなんていうんですか、その食感ね、プニュプニュした、はいはいはい、クニクニした感じのもちもち感ね、はいはい、あれにやられてまうというね、確かにね、食べ応え抜群でしたね、抜群でしたね、でだかといって硬すぎないんで、はい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 、いい感じ の食感なんですね、うん、そうですね、具がむちゃくちゃ多かったんで、はいはいはい、麺もそうですけど、なんか野菜炒めじゃないですけど、はいはいはい、そのラーメンみたいな、その、うん、麺感覚あんまない、ないないですね、ないですね、はい、どっちかっていうとね、うん、なかなかやっぱ日本のあれにはないですよね、ラーメンの世界にはないですね、なかなか美味しかったですね、はい、ね、はい、というのをなんか共有してくれたということだったんでどんな感じだったかなみたいな、はい、もうずっと気になってます、そのお店は気になってて、はい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 、でなかなか行けてなくて、うん、で聞いたんで、うん、すぐ行きましたまあまあ基本的にもともと料理人なんで ね、 そうですね、うまいもんには植えたはるからはい、はいはい、なんかうまそうっていう話だったらまずは行ってみ、食べてみたい、ね、まあまあこの辺も美味しい店いっぱいありますからね、ありますね、ね、うん、本当にあります、マテリアルの近所にも、はいはい、まあ、今はさすがにちょっと営業時間の問題とか、はいはい、休業要請の問題とかで閉まってたりとかいろいろありますけど、はい、フルオープンになったらまあ行きたい店はいっぱいありますね、はい、結構ね、有名な店もちょこちょこ、はい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 、結構あります、ね、はいはいはい、カレーのお店もあればね、はいはい、中華屋さんも他にもいっぱいあるし、はい、おそばとかもあるみたいです、あ、おそばね、はいはいはい、有名な店も、はい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 、谷六の方とかね、はい、ありますね、はい、まあ、空堀商店街とかも近いん で、ね、まあ、いろいろこのね、はい、マテリアルの周りを発掘するのも面白いですよね、うん、そうですね、面白いかもしれない、ちょっとまた番組でなんか行きたいですね、なんか企画というかそんなのでやってみるのもいいかもしれないですね、はい、でですね、はい、この辺ってほらオフィス街やから、はい、飲み屋さんとかもいっぱいあるわけですよ、うん、そうですね、はい、で飲むんですよ、はい、僕はね、だから終わったら、はいはい、もう、はい、ここ終わったら飲みに行くのが楽しみ、はい、だったのに今行けないのがすごい悲しいんですけど、いけないですね、悲しいんですけど、はい、ただどうせ飲みに行くんやったら、はい、足伸ばしたいところっていうのは、うん、やっぱりね、西成すごいいいんですよ、あ、めっちゃいいんですよ、はいはい、で西成行くでしょ、はい、多分ね、石投げたら
当たる人が一人いてるんです。遭遇率高いんちゃうかという、あの、はい、本人曰くそれはイメージだって言うんですけど、あの多分そうちゃうかなっていう人が、はい、今日はあの挑戦者で来てくれてまして、どういう紹介の仕方まあまあ強引に行きます、ね、まあまあ強引に今力技で言ってますけど、はい、お呼びしたいと思います、はいはい、武田さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。とんでもない紹介です。いやいや、あのものすごいちゃんとしたドキュメンタリー監督なんですけど。いやいや、ただの酔っ払いとして。いや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 、はい、今日どうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい。いやいや、あの武田監督がね、あの、はい、前にあの高橋さんのラジオ番組でご一緒させていただいて、で、あのまあ武田監督も主催者の一人としてやってらっしゃったこのね、はい、あの西成ドラゴン映画祭、はい、こちらのね、こちらの方に私も参加させていただいて、はい、いえ、こちらこそありがとうございました。はい、あのやっぱり西成ドラゴン映画祭は、うん、僕今回と前回やったやつですけどね、はい、あのすごい良かったと思うんですよね。まあ、ね、多くの方に参加していただいたんで ね、それは良かったですね。ね、うん、あのいろんなその、うん、なんていうやろう、今まで僕その前のドラゴン映画祭には参加してたんですけど、まあその前も良かったんですけど、はい、あの西成ドラゴン映画祭になってからやっぱ来られる監督もまた新たに全然違う監督の層とかも来られてたんで、あのドキュメンタリーとかが入ったっていうのはすごいある意味あの映画祭の層を厚くしたというか、そんな気がしますね。はい、やっぱその辺はさすが武田さんの、はい、ご人間としてあげますね。そう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 、まあそのうちまた落としますね。はい、という感じだと思うんですよ。で、はい、今日はですね、はい、一応このコーナー趣旨はあの、うん、聞いてます、はい、でもう見ていただいたということで、はい、あの、はい、西北書館そうですね、はい、あの竹本監督の、はい、やつを見ていただいたということなんで、はい、ご理解いただいていると思うんですけど、今のところの回を見ておこうと思いました。あ、そうですね。はい、はい、まあ一応、説明していくと、はい、まあこのプレゼンありかなしかというコーナーでプレゼン10分間していただいてですね、10分後に判定員が丸か×かで判定すると、で×が出たらモザイクがかかってボイスチェンジャーがかかりますという、そういうことなんですけども、はい、で今日はどんなお話を、あの今日はあのまあね、その映画作ってるんですけど、あの映画を今上映したりする作品がないので、まあなんならって自分自身をプレゼンテーションしようとして、ああなるほど、なるほど、あ、そうですね、はい、わかりました。ではよろしくお願いします。じゃあまずは判定員の皆さんよろしくお願いします。はい、いつものようにくるくる回ってますけど、はい、では参りたいと思います。はい、このプレゼンありかなしかスタート。はい、そうですね。武田です。あのね、今まで映画監督ってなんかこうね、劇映画っていうか、はい、役者のイメージが強いと思うんですけど、うんうん、僕は今まで5本ぐらい劇場公開作品全部ドキュメンタリーで、はい、でドキュメンタリー映画ってなかなかね、あの馴染みがないと思うんですけど、うんうんうん、僕もなかったんですね、はい、自分自身ドキュメンタリーってものを。ただこのうちのお師匠さんなんですけど、これですよね、この雪降って進軍っていう、はいはい、これは原和夫監督っていう、はい、あの、はい、僕の師匠なんですけど、はい、この彼のこの作品を見て、あ、今までのこう僕のドキュメンタリーってイメージがコロッと変わったんですね、うん、ドキュメンタリーでこう NHK さんがやってるようなあのお堅いイメージだったんですけど、うんうんうん、本当に一人の人間のこう彼は欲望っていうんですけど、うん、その欲望をむき出しにしていく姿を、うん、撮ると、うん、じゃあもう僕らが見てきたフィクションの映画以上に面白いんじゃないかっていう思いが出て、うん、なるほど、じゃあこれをやりたいなということと、僕今こうで出て喋ったりしてますけど、うん、学生時代はすごく引っ込み思案で、うん、あの映画ってね、日浦さんもそうですけど、はい、多くのスタッフをこう役者さんも仕切らなきゃダメじゃないですか、はいはい、ピラミッドのある意味頂点でいないといけない、はいはい、それは絶対できないなという性格だったんで、うんうん、ほんで原さんをこれ見てね、はい、この原さんのこう本を読んで、はい、じゃあね、こうなんか5人ぐらい作ってるみたいなことが書いてあって、はいはいはい、監督と撮影と、うん、まあ、録音と、まあ、あと照明さんぐらいのスタッフでやって、はいはい、すごい腰の引けた話なんですけど、うん、そのぐらいならできるんじゃないかなっていうこととこれが面白かったということで、はい、合わせて、ドキュメンタリーをやろうと思ってきました。これ伝説的な作品ですよ、はい、これは、ぜひあの見ていただいて、はい、DVD も、ね、あるし、はい、まあ、夏頃に毎年、いまだにあの89年ぐらいの作品なんですけど、うんうん、まだ上映してるんで、はいはいはい、ぜひ見ていただきたい。全然色褪せないですね、色褪せないです、はい、逆に
ね、年数経った方が熟成していって、また別の意味も出てくるかなと思って、はいはい、ぜひよろしくお願いしますと、はい、いうか、なんか師匠の先生ですね、そうですね、これがきっかけということで、はい、きっかけですね、はい、これきっかけで、はい、その後、まあ、ドキュメンタリー映画は、まあ、皆さんあんまりね、劇映画の方がよく見られると思うんですけど、はい、まあ、最近はね、あのマイケル・ムーアっていう映画監督が出てきてから、はい、あの彼の作品がヒットしてからですね、そうですね、あの普通に一般の劇場でもドキュメンタリーがかかるようになってきて、はい、すごいドキュメンタリーも一応、まだ劇映画に比べたらマイナーですけど、うん、見ていただけるようになってきたなという中で、はい、まあ、5本ぐらい作ったんですけど、はい、あのまあ、ご紹介として、はい、最近の2作を、はい、ですね、はい、この1個はこの破天荒ボクサーっていう映画で、はいはい、これも開けてください。ボクシング映画なんですけど、実はボクシング、リングの、ね、中と外で戦う人間をこう描いてまして、中というのは当然、ね、チャンピオンを目指していく、はいはい、で外というのはやっぱりボクシング界はやっぱりこう、まあ、昔ちょっと前のほら山根会長の問題とかも言ってたら、はいはい、日本のボクシング界だけじゃないと思うんですけど、うん、スポーツ界はもう古いしきたりにがんじがらめになってる、でそれを彼は変えていきたいっていう、世界の標準と日本の標準を合わせたい、うん、だから日本だけが遅れてるし、うん、もう世界基準じゃないよっていう、その両方の戦いを描いた、うん、作品で、なるほどなるほど、このまま東京と大阪と、はい、名古屋ってかけて、はい、でまあ、その地域に、はい、去年、回ろうと思ってたら、はい、まあ、コロナになり、コロナの現状で今ちょっとストップしてるっていう段階です、はい、まだ、はい、あの落ち着いたらね、うん、上映回ろうと思いますので、うん、これもよろしくお願いします。ぜひぜひ、はいはい、で、ひろさんがさっきご紹介いただいた私がよく飲んでるあの、はい、西成を、はい、ね、はい、しかもここあの飲み屋として知り合ったのお店の話、そうですよね、そうですよね、はい、善良のママっていう、ひろこママっていう、はいはい、あの西成で有名なおかまのママさんで、はい、あのまあ、もう化粧落として、はい、30年かな、お好み焼きは、お好み食わずに酒ばかり飲んでましたけど、はい、お好みも美味しいんですけど、ね、うん、僕飲んだら食べれないタイプ、あ、そうです、でママの話をしてお酒を飲むっていうのがすごく、はいはい、素敵なママで、うん、まあ、このきっかけがあの、まあ、この映画祭にも来ていただいた坂本淳二という映画監督が、はい、先に、はい、ママを撮ってて、はい、新世界の、はいはいはい、新世界っていう映画を映画で、ね、短編をね、はい、撮ってて、それを見て、あの僕もあの辺りにいたんですけど、うん、行ったことがなかったんで、うん、行くようになって、はい、ママが好きになってですね、ほんで、いろいろ悩み相談とか、はい、させていただいてて、でママが途中でがんになってしまって、はい、で闘病生活10年やってる時に、うん、あの映画にしようと、うん、まあ、ママを映画にしようと、なんか最初嫌がってた時期もあったんですけど、うんうん、やっぱりね、まあ、時間かけて仲良くなって、うん、くどいたらやっぱり一緒に撮ろうということで、うんうん、ママの人生を撮って、最後ね、50年間やっぱりおかまっていうことで、うん、あの帰れなかった、うん、あのふるさと鹿児島に半世紀ぶりに帰ってもらう、なるほどなるほどなるほど、でして、はいはい、悲しいかな、一昨年、映画完成して、うん、劇場公開した後、まあ、それ見とるようにね、うん、まあ、病気で亡くなってしまったっていう、うんうん、まあ、だから今あのこの見るとすごく自分は悲しいんですけど、あの、まあ、はい、そのフィルムの中でしか会えない存在になってしまったっていう、ね、はい、まあ、これもまあ大阪ではやって、はい、東京もやったのかな、はい、だからあのまたいろいろこれもやる機会があると思うので、ねね、またこう西成でね、できればやっていきたいと思うので、ぜひね、やりたいですね、はいはい、いい写真でしょ、これ通天閣、いやいやいや、めちゃくちゃいい写真、そうなんですよ、これ通天閣、ここがママの店なんですけど、はい、いや、ここはこっちですね、こっち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 これはあのママがあのスチール写真とかいっぱいあったんですけど、これあの知り合いの友達に撮ってもらった写真らしくて、絶対にこの表面をこれにしてって、あ、なるほど、でここに可愛い感じのママいるんですけど、そうそうそう、これね、はい、これあの石本新喜劇の吉田ヒロさんに書いていただいて、はい、そうなの、ヒロさんがささっと書いて、これ、ね、よくわかんないけど、ヒロさんのあのサインで、それで書いてもらいました、はい、まあ、思い入れのある、あ、汗かいてそう、ここいるとね、汗かくんですよ、はい、で、まあまあまあ、写真です、はい、それとね、あの DVD もありますので、もし興味がありましたら、はい、あのぜひぜひ皆さん、はい、どうかよろしくお願いします、ヒロさん連絡すればいいのかな、あのちゃんとここに出しますね、その前ありますんで、はい、はい、よろしくお願いします、はい、それで、一番言いたかったんですね、こうやってドキュメンタリー映画を作ってきたんですけど、はい、最初はあの本当にテーマを、うん、あの決めて、うん、映画を撮ってたんですけど、はい、もうこの2本あたりぐらいからは、うん、
あのやっぱりその主人公をね、で素敵な人と出会って、その原さんさっきも言ったんですけど、欲望をね、引き出して、やっぱり個人としての欲望を引き出して、それを演出していくっていうです、ね、やっぱりあの雪で慎吾もそうですけど、やっぱりこう個人を演出していく、それは当事者っていうか、まあ普通の人ですけど、その中でやっぱり、ね、自分もね、やっぱり最初ね、引っ込み思案だって言ってたんですけど、こう喋れるようになってきたんで、劇映画をやろうと、なるほど、初めて思い出いたしますけど、本当はここだけをねプリントしようと思ったら先できなかったんで、まあ、名前入りのやつを持ってきたんです。これは漫画家の人に書いてもらったイメージなんですけど、まあ、さっき言ったみたいに西成でずっといますので、はいはい、まあ、タイトルはあのまだ仮なんですけど、仮ですね、はい、あのまあ、イメージだけで、西成で住んでていろいろ人と出会ったり、いろんな面白いイベントがいっぱい起こるんです、イベントというか出来事が、それを溜まってきたんで、もうなんせね、西成ってね、歩いてたらそこにおっちゃんが倒れてるとか寝てるんで、あのほんまにね、なんか当たったと思ったらおっちゃんの足当たって痛いなって言われて、ごめんごめんみたいな、そんな、ね、そんな世界ですよね、まあ、映画の中のエピソード一つ言うと、まあ、考えてるエピソードが、まあ、実は話なんですけど、死んだらおっちゃん歩いてきて、で、まあ、ビックスじゃないですか、バーって言ったらもう一人歩いてくるんですよ、相手かっていうね、すごい、なるほどね、よくわからないけど面白い世界が、まあ、そういう話で溜まっていったんで、それを、まあ、表で出したいなっていう時に、はいはいはい、やっぱり自分映画作ってきたんし、やっぱこの町もう長いこと居続いてるんで、まあ、ここで、まあ、一緒にやりたいなっていうことで、なるほど、はい、でそれとあのここママにもここにも書いてもらったんですけど、はい、あの盆地のおさむザ・盆地っていう漫才師の仕事工業さんの、はい、師匠と、まあ、さっきのこれ書いてもらったヒロさんも弟子筋に当たるんで、2人といつか何かやりたいなって言ってたんですけど、まあ、ドキュメンタリーって僕もナレーションあんまり入れないんで、はい、やってもらうことがなかったんです、でも今回これはあの師匠とヒロさんに、まあ、主演級で出ていただくということで、はい、なるほど、それを作らせてもらいました。まあ、まだねこれから、作ろうと思ってるんですけど、ヒロさんやっぱり劇がしんどいですね準備が大変だっていう、準備大変ですね。だからあのね、ドキュメンタリーやったらね、その場に、そう行ってその場を撮るいう話になるんですけど、どうしてもね、劇映画はあの準備をっていうか、そうね、お金も人もっていうね、そう美術やなんやといろんなもんで、準備だけでお金かかりますよね、うん、なんか高校時代に戻りそうですやめようかなそれは冗談ですけど、まあ、まだヒロさんもいろいろご相談させてもらう、いやもうこちらこそもうなんかお手伝いできるんだったら何もでも使っていただいて、皆さんもぜひこれ完成したら見に来てくださいね。いやもうなんかもうみんなに手伝ってもらっていいんじゃないですかね、みんなでやりましょう、もう監督が一番何もできないかもいやあのでもまだこれから撮影なんですね、これね、年内には、まあ、こういう状況ですけど、これ開けたらね、ちょっとやっぱりこう絵にも描いてますけど、たくさんの人が出てもらうような映画にしたいんで、やっぱり密になれる状況で撮りたいなと思ってますですね、この状況が早く終わることを願ってます、はい、もう高田監督の初劇映画ということなんですよね、もうみんなでぜひね、盛り上げていきたいなと思って、たくさんいる映画なんで、皆さんあのエキストラでも何でも参加してください、はい、よろしくお願いします、またここであのご紹介するかもしれませんので、はい、よろしくお願いします、ということですね、大丈夫ですか、時間は、はい、はい、ということで時間になります、ありがとうございました。いや本当にね、あの10分じゃね、もう本当申し訳ないぐらい、あの全然足りないぐらい、いろいろもっとあると思うんですけど、ありがとうございました、本当に、はい、なんせね、あれですからね、川本くんが来た時は、3回ぐらい沈黙ありましたから今回沈黙1回もなかったんだよ。ラジオもやってるんですけど、川本さんは時々止まります、止まりは止まる一瞬二人でラジオ番組になる三つやったそうなんですよね、ラジオ番組怖いとこってあの、ね、聞いてる人は沈黙にしかならないから怖いんですよ、ね、まあ、3秒開けたらダメって言われてたのに3秒ぐらい見つめる何をみたいな、そう譲り合うみたいな分からんでもないな、僕もなんか最近ちょっとね、天ヶ崎であの、まあ、出ていただきましたけど、ね、そのラジオに参加させていただいてるんで、ラジオの苦労はすごくよく分かりました、ね、まあ、今度実は武田監督されてるあのドラゴンシネマナイトの方にも、はい、私もちょっと、はい、出演させていただくことになってますので、今日来させていただいて、次はね、そうですね、はい、今度あの収録行かせていただくことになってますので、また皆さんよかったら、聞いていただければと思います。はい、じゃあ、はい、判定いきますか、はい、もうね、これね、見てください、もう後ろでくるくるするのが、そう、あのあれね、あれね、持ったらね、くるくるしたくなる不思議なもんなんですけど、はい、では判定に行きたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、それでは、このプレゼンありかなしか判定。はい、あ、丸3つです。はい、
ました。いや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 。逆にバズ出しにくいですよね。あのね、で、彼女も言ってたよ。あれ、しかもね、それを言ったのは、その彼女の前に、あの収録してた、ね、収録してた人が言ってたの、彼女が引き取ってまた言ってるって。みんな引き取って言ってるっていうあれなんですけど、いや、あのね、大阪人的には罰になった方がおもろい、うん、そうそう、美味しいんちゃうかなっていう話はあるんですけど、いや、最後落としてくれるかと思ってたんですけど落としてあげて落ちるかなと思って、いや、多分ね、あのどっかちゃうところで落としてくれるそう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 、まあまあ何ですかね、多分これからね、まあ、コロナもあって準備もえらい大変だと思うんですけど、うん、本当に我々もやっぱりこの大阪でね、うん、映画の火がこう消えていくようなことがないようにしたいと思ってますし、うん、もっと逆に言うと盛り上げていきたいとは思ってますし、うん、でこの、西成ドラゴンにしてもね、はい、どんどんいろんな監督に出てきていただいて盛り上がっていったらいいなと思ってますので。今年の分も今準備中なんで、ね、そうですよね、はいはい、いろんな計画があるみたいなので、はい、また皆さんそのお知らせをね、はい、お待ちいただいたらいいかなと思うんですけども、はい、じゃあ今日はよかったらこのまま後ろで、はい、ご覧いただいて、はい、と思っておりますので、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、あゆみ、はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、店の情報をあれ何の情報ですか今のところはないんですが、はい、まあね、あの、マツベル通信は毎朝10時から配信しております、はいはい、もう300回を超えて、あーねー、ついにね、はい、300回超えましたよ。超えてます、はい、はい、なので、はい、どんどんね、楽しんでもいただけるような、へえ、そうなんだと思っていただけるようなうん、そうか、クソ、はい、言われた、クソ俺言いたかったのになので、楽しんでいただけるような番組にしてますので、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、はい、はい、またね、あれ以上か、そうやな、それしかないもんな、はい、まあまあ、あとはこのね、マスクとかね、はい、はい、販売してますっていう、ぜひぜひ、もう皆さんのね、清き一票じゃないんですけど1個買ってもらえるだけでね、はい、本当にちょっと食いつなげるという話なので、はい、声かけてもらえるだけでもすごく嬉しいので、はい、ぜひぜひ、はい、はい、ね、はい、お願いいたします。お願いします。はい、はい、では帰ります。はい、ありがとうございました。はい、高橋さん、はい、おはようございます。シナモンコミケーター高橋拓です。シナモンというのコーナーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、本当はね、去年武田監督来てるんでね、そうですよね、武田監督のね、はい、作品をね、はい、紹介したい買ったんですが、はい、年間いっぱいドキュメンタリーが見るのに、ああ、武田監督の映画見たことないここで落としてしまう。嘘やん。そうや、え、自分呼んでたやん。でも作品を見たら、ああ、そうなんや。そっか。ああ、そっか。なるほど。そう、はい、あのね、はい、破天荒ボクサーは割合何回か上映期間があって気にはなってたんですけど、うん、全然タイミングがなくて、なるほど、毎日してくれてないんで、変わりないんで、毎日していただくとね、一緒にやっていただくと見れるんですよね。もう悪い曜日ばっかりね、木曜日が多いんでね、いけないんでね、はい、私の責任ではございません。タイムテーブルを決めた、はい、映画館の先にでございます。で、まあ、監督がね、西田にね、はい、まあ、ドキュメンタリーよく取り張るんで、はい、じゃあ今日はもう尼崎のドキュメンタリーを紹介しようってね、なぜこの映画をどっかの地域と対抗させる紹介の西田に対抗して尼崎持ってきたわけですね、はい、これは違うところでね、はい、違う、はい、西北と、はい、これも西北ショパンと対決しますけど、はい、本日はこれですね、ちょっと何回もいろんなところで言ってるので、はい、もう覚えましたけどね、はい、町の本屋というドキュメンタリーがございます、はい、橘商店街を外れたところにですね、はい、ある本屋さん、はい、もう今ね、今大きな、書店とか多いんですけど、アマゾンでも買えるんですけど、いまだに地域の人が本屋さんで、うん、私違うイベントでね、ここね、傘も売ってるんです、うん、で、傘の、ね、傘屋さんのイメージがあって、傘屋さんと思ってた、ほんなら本屋さんやって、本屋さんやって、でちゃんとこの中にもその、傘も売ってあるんです、うん、今もね、うん、でその本屋に対する意気込みと、うん、傘に対しての意気込みも語ってあるんです、うん、うん、そうなんや、それをね、見ていただいて、まあ、本屋といえども、はい、なぜここまで生き残れるかっていうね、やっぱりお母さんの精神、なるほど、先ほどね、千年のママの話ありましたけど、はいはい、やっぱりね、そのママのやっぱ考え方によって、うん、それに同調した人が集まってくる感じでございます、はい、監督はですね、奥田直樹監督で、はいはいはい、大阪芸術大学を開始してございますね、はいはい、今はちょっと東京におられますけども、こちら5月15日土曜日から
ジュースシャドーセブンの方で公開になりますので、はい、ぜひとも尼崎以外の方も来ていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、そしてもう一本これは監督の方にしようかなと思いますが、はい、はい、こちらはですね、はい、5月7日金曜日もからも公開してますね、はい、煽られですね。いや、これがね、はい、これがやばいんですよね、はい、煽り運転のことですけども、はい、ただこれアメリカでですね、はい、コロナ禍の中で、そうですよね、去年8月15日に公開したんですよ、はい、2週目に1位の作品なんで、ね、今ゴジラが、ね、1位になってますけどね、はいはい、だからいい作品だと思うんですけどね、はい、監督がデリック・ボルテ監督でドイツ出身、はい、この映画3本目なんで、だからちょっとアメリカのノリではない作品ですけど、うんうんうん、まあそのあるところで、クラクション鳴らしたために、はい、このラッセル・クロウ演じる人にですね、ラッセル・クロウが怖いんすよね、どんな煽り方ね、いやもう煽りとかいうレベルじゃないですよね、うん、だからちょっと本当はアクションもんかもね、まあ、一応書いてますアクションスリラーって書いてますけど、ノンストップアクションスリラー、だいぶアクションスプラッター無難部分もちょっとあって、去年公開されたジョン・トラブルのね映画と見てて、はいはいはい、ちょっと行き過ぎ、はいはい、でもやっぱりラッセル・クロウやから、いやだからね、うん、ラッセル・クロウってほらね、はい、結構ヒーローをやってたりとか、うん、はいはい、ね、その肉体派のヒーローをやることが多かったんですけど、はい、まあ年もええ年になってきて、はいはい、でこの作品では ものすごいデブデブになってるんですよね、うんうんうん、でだからこそ逆にアメリカ人の白人の怖い人っぽくて怖いんですよ、はい、すっごい怖かったですね、はい、でしかも片腕で物投げるとかものすごい腕力ですからね、やっぱり、はい、これ一応ね、メンバーに拝見させていただきました。そうなんですよ、終わった瞬間みんな疲れましたね。いやー本当にだから見るときは気合い入れて見てください、はい、面白いですよ、面白い、面白いですけど、すごいやっぱ追いかけられる、自分も見てて、うんうん、追いかけられた気分になって、いや、またエンドタイトルないんで、それでまた使う。あ、ごめんなさい、まあ公開してもいいです。まあアメリカでね、1位になったので、はいはい、でまあ、女の人にね、子供がいるんですけどね、はいはい、この彼がね、忘れてました、チャイルドプレイ、リメイクされた分の、チャイルドプレイの、あ、子役、子役ですね。そうなんで、でも、この人は、その子役はね、ホラー映画専門的になってます。あ、そうなの、だからあれ、怯えたりとかのシーンが、なるほどなるほど、似てるということで、はいはい、見ていただいたら、はい、だこの映画見たときグリーンランドっていう映画も見たんで、ね、はい、話がごちゃになってね、ごちゃになってね、はい、なんですけど、これまあ一応おすすめですよね、おすすめです、はい、まあ、確かに品質としては非常に高い、はい、クオリティの高い、ね、あんだけ演説が体力が長いということはね、うん、いろんな人がやってるんで、そうですね、はい、まあこのでもね、これね、ちょっと勝手というか、やっぱり女の人は悪いですね。まあ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 、そうなんです、そうなんです、まあ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 、ね、また今度次回紹介できたら、はい、このアウライとそのグリーンランドっていうのが、はいはい、やっぱりちょっと人間の勝手、なるほどなるほど、ね、だからまあこれあかんけど、ラッセル・クロウあかんけど、分からんこと、いや分からん、俺は分からんよ、うん、そんなん煽られたけど人殺しに行けへんから俺は。いやなんか殺すはダメやけど、そうそう、でもスイッチ入れたのは、いやスイッチ入れたのはそうやねんけど、でもやりすぎたやろっていうのはあるからね、まあまあ途中までいいとかね、うん、あ、まあ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 、いさかいにならんように気ぃつけなあかんねっていう話、はい、私もクラクション鳴らさないから追いかけできますんで、ブブブブ、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、エンディングでございます。はい、で、いや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 、今日はなんかそんなに、はい、バタバタしてなかったつもりなんですけど、なんとなく気持ちだけバタバタしてるのはなんでなんでしょう。気のせいかなと思って。武田さん、どうでした今日は。いや楽しく、はい、自分のこと喋るってなかなかないんで。そうですね、はい、そうです、作品は喋りますけど、はい、はいはいはい、はい、いい機会をいただきました。ああ、いえいえ、とんでもないです。はい、もうまたきっとこれ見てる人も武田監督の作品をちょっと見てみたいなと思われたんじゃないかなと思うんで、はい、今度はまた武田監督の作品を紹介していただこうかなぜひ思いますんで。だから武田監督の知り合いの方の作品は原監督とかお会いして見てるしね。そうですね、そうですね、はい、はい、見てるしね、太田監督も、はい、武田監督の周りの作品は周りの作品は見てるけど煽れますよ。煽ら
られた煽られた。マルタしてる。はい、うまいことオチがついたところで、今日はこんな感じで終わりたいなと思うんですけども、はい、はい、まあまあ皆さん多分あのね、いろいろ大変なことがあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ我々はできることをやりながらね、はい、できることをできるようにやって、そうですね、で前進んでいきたいなと思いますんで、はい、皆さんもぜひ、そんな心持ちでやっていただければいいかなと思っております。はい、はい、それでは今週はこれで終わります。ありがとうございました。はい、じゃあまた来週。